フリ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 。よし。上から来たけど。じいちゃん、ただいま。おじいちゃん。お帰りなさい。そちらの方は？なんか、クラベル先生に似てない？髪型。この人は林間学校で、一緒の、名前呼んでくれた。お友達かな？え、そうなんだ。にへへ。仲良くしてくれてありがとう。うちのばあちゃん。いや、いいなぁ。あ、着替えられる。うわ、いいね。はい、出来上がり。かわいい。わあ。なんだか孫が増えたみたいだな。何このお札って。おしゃれカード緑。ブティックで買える品物が増える。ヘアサロンで選ぶ。やった。都会のブティックや美容している。行きたいんだけども。うわぁ、着替えてる。ゼイユも。ゼイユちゃんも。へぇ、ふぅ。ごめん、ないんだけど。離れの倉庫。早っ。めっちゃいいんだけど、マジで、この兄弟。よし。ブティック行きたいんだけど。もうブティック行きたいんだけど。気になるな。どんな髪型が増えたのか。もうないじゃん。もうないじゃん。ちゃっかり来たわね。めっちゃ白々しくない？そんなぁ。まあまあ、機嫌直しなって。お祭り姿の私が勝負してあげるからさ。なんか、すごいね。なんか、配信者になったらすげえ人気出そう。うわ、かっこいい。この目かっこいいんだよな。モルペコ？モルペコ手持ちにいるんだ。見とれていいよ。吸わないと倒しちゃうから。トグロを巻く。いや、この兄弟ちょっとさ、なんかあざといよね。あ、わ、アップで見れる。乱れ引っかき。あと一発。いいね。グライナか。このままちょっと行こうか。やっぱ威嚇だよね。もう一回巻いとこう。突進。いやー、巻いててよかったね、トグロ。
乱れ仕掛け。もう一発。あ、惜しい。電光石火。よし、めちゃくちゃ調子いい。車湯、これは今はこのままでもいいんだけど、なんかグライナーでもいいなって思ったんだけど、まあ、かわいい、まあ、せっかくだからこのまま行くか。やっぱ硬いな車湯。うわ、ネバネバネットだ。厄介だね、結構。なんか、この二人どっちもほんと曲いいな。いや、まあ。ポケモンマジで BGM どれも好きなんだけど。あ、チャデス来た。チャデスって草ゴーストだとしたら、ポチエナガかな。よーし、あんたをコテンパンにして気持ちよくお祭り行くんだから。なんかすごいほんといいキャラしてるなー、ゼイユさん。いいよね、なんか一寸法師みたいになってる中身が。噛み砕く。え、今何が下がった？あ、ネバネバネットか。噛み砕く。オッケー。え、どって、これどっちが本体なの？下なの？上なの？お面の恨み？効果抜群、やめなさいよ。いや、ほんといいキャラしてるね。この兄弟めっちゃ好きだな。何それ、純明姿に見とりなさいよ。あー、なんかみんな違う面つけてる。生かすでしょ、やっぱ開ける。ああ、変えるのか。ほんといいキャラしてるな。ごめんな。憎まれ口さ叩いてっけど。一生懸命三つ目探してたんだ。言ってたもんね。ないって。よし、行こう。なんか、いいな、マジで。え、みんなお祭りなんでしょう？お祭り楽しみにね、してるんだもんね、みんな。リンコ飴。フルーツ、あ、よく見たらこれ、レパルダスの模様？フルーツ飴屋のリンコ飴。え、美味しそう。リンコ飴いいなぁ。じゃあ、向かうか。せっかくだから。あ、ロコン寝てる。かわいい。いらっしゃい。着替えを買う。あれ、でも都会のブティックで増えるって書いてあったから、やっぱりこっちでは増えないよね。よし、じゃあ行くか。レッツゴー。あれ、合ってる。飛べるんだよね。あ、イルミーゼもいるんだね。一回ちょっとポケモン捕まえも兼ねて。そのまま行くかな。でも大体もうね、捕まえたし、バトルもね、したから、そこまで、いない気がするけど。落とし師めっちゃいる。捕まえてないポケモンって。カリキリだ。ヘラクロス。この花。
捕まえてない。よし、乱れ仕掛け。わあ強すぎた。おてっちが強すぎた。まだ進化しないか。危ねそうね。やっぱなんか条件系？条件系かな？もしかして。やっぱり、なんか。あのさ、ソードシールドの時もさ、なんだっけ。あの人、デスカウンのあの、ガラルのやつ。結構大変なさ、進化だったもんね、あいつも。そういう系かな？もしかして。うわ、すごい目光ってる。え、ホウホウがこんな間近でずっと飛んでんのって珍しい。捕まえよう。猫背か。いいね。モンスターボール。オッケー。え、ヨルナズクもいいな。フクロウポケモン、正確に時を告げることから世界の断りをわきまえた知恵の神様とする国もある。そうなんだ。でも確かに時間がわかるってすごいよな。時ばかり。いいね。これ何？あ、ロコンが集まってる。小さなタケノコ。タケノコめっちゃあるな。これ変わってない？変わってないね。よし、向かうか。うわぁ、なんか光ってるポケモンいる。めっちゃ気になるんだけどさ。うわ、む、2匹いる。ちょっと行きたいなぁ。ちょっと行こうかなぁ。でもレベルめっちゃ高い可能性もあるか。ちょっと行って、降りて、また帰ってくる。うん。降りよう、降りよう。落ち合い河原。うわ、あ、僕、これレベル高い、高かったらやめようかな。おやー、バルビートもいるじゃん。だから、そしてレベルもそんなに。うわ、バルビートってそんな鳴き声だったっけ？なんか、バルビーみたいな言ったよ、今。え、強い。硬い。バルビートってすごい久しぶりじゃない？なんか本当に。まあイルミーゼもね、このまま捕まえたいね。ペアで。お、クリティカル。いいな。うわ、かわいい。なんか王たち見てかわいいって言ったのか。バルビートのデータがホタルポケモン。お尻の光を点滅させて仲間と会話する。イリミーゼを出す甘い香りが大好き。なるほどね。ガチ恋勢だね。ガチ恋勢。よし。じゃあ僕をとりあえず捕まえよう。何タイプかな？そこがちょっと気になるよね。いやー、僕は 3D 映えるな、なんか。お、電気だ。威嚇。とりあえず威嚇。電気、電気か。ちょっともうこれ、ホエルジラで決めようかな、早めに。おぉ、睨みつける。アイススピナー。いいね、強いね。今、レベル差あるから、なんだけど。あー、ダメか。やだな、ちょっと、毒は。やべえ、5つ目。ちょっと待って。これやばいな。5つ目はダメだな。
ちょっとアドネスソネに変えるか。オッケー、よしよしよし、アーボックもゲットできたし、いいね。コブラポケモン、とても執念深い性格、一度ターゲットに決めたいものはどこまでも。あ、そういう性質だったんだね、アーボックって。あっくん、おー、普通になんか威嚇してる。ああ、あれ夜のずくいたよね。どこ行ったかな。あー、ちょっと待って、また無限編始まった。あれ夜のずくいなくなっちゃった。とりあえずあれ気になるよね、やっぱ光ってるやつ。え、ゴースこんなに光ってんだね、ゴースって。でポケモンバトルマンがいるから、ちょっとポケモンバトルマンは戦いたいところ。え、めっちゃ可愛いねっていうか、ちょっと自撮り、ちょっとポケモン出して、よし、自撮りを撮ろう。で傾けて、可愛い、めっちゃ可愛い。もう一回して、もう一回。寝ちゃうん、あ、めっちゃ可愛かったな、今。よし。いいよ。この花。あ、これ強いやつ。鬼面衆。え、なんか、忍者いるけど。バルビート。あ、チャデスいる。あ、チャデス捕まえ、ちょ待って、怖い。横が怖い。パチパチさん。よー、チャデス、チャデス、チャデス。え、チャデスどっちが本体なのこれって。一応、あれ下が本体だけど、上になんか出て、さらになんか一寸帽子みたいになってるけど、みたいな。そういう感じのタイプ。あれこれ、結構大変じゃない？もしかして。これちょっと変えようか。これラランテスで連続斬りやる？ラランテスじゃなかった。ラランキリス。よし、連続斬りでちょっとや、攻めよう。ちょっと待って。あれ？命中そんな低かったっけ？95やん。よしよしよし。いいよいいよ。あと1回か2回 ?2 回 ?2 回ぐらい当てて、ゲット。あ、なんか倒しちゃいそうだな、次。どうか。あ、でもスイットルプラスで、どうかしら。微妙。微妙だな。ちょっと一回投げとくか、モンスターボール。おー、やったやったやった。ラッキーラッキー。なんか奥にもいるね、チャデス。グライナさんからレベル上がって。抹茶ポケモン。まがいものの姿。あ！こいつも、あるのか。なんか。新作フォルムと元作フォルムみたいなやつが。まあ、茶器だもんね。そうかそうか。そうかそうか。でもよくわかんないけど。ヤバちゃんはディージョンフォームに見えるが、全く関係ないポケモンと最近判明した。多いね。なんか、ウミディグダみたいなもんってこと？茶です。どうしようかな。フーデュー。ちょっと手持ち入れたいけどね。手持ち入れたいけどさ、なんかさ、特性がさ、ダブルバトル向きだった気がするんだよね。そうだよね、ダブルバトル向きだよね。しびれごな。でも気になるなぁ。あっち一旦置いとこうか。いや、なんかさ、一応、土鉄骨とかもいるなぁ。
一応やっぱさ、レベル高いポケモンは入れておかないとっていうのが判明したからね、ちょっとね。はぁ、氷タイプの王たちはちょっと、ゲットしたい。これはちょっとブレーニュでいこうか。よし。いや、楽しみ。いろんな王たちをゲットしていこう。うわぁ、いいね。え、なんか、髪型増えてる気がする、みんな。気のせい。いいなぁ、氷タイプの王たちいいなぁ。王たちの色違い来ないかな。いよいよ。種爆弾？なんか種爆弾のイメージないんだけど、王たちって。かわいすぎる。なんかフリフリするのめっちゃ可愛い。種爆弾で。フリ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 。あともう一押し。え、氷タイプの技何覚えてんだろう？冷凍パンチかな？いや、可愛いなぁ、王たち。いや、今の顔も可愛い。ヒールボールにしとこう。よし。え、何覚えてたんだろうね、技。てか、レベル高いんじゃない？もしかして。そこそこ。強さを見る。お、35レベル、いいな、強い。どこか、どこ上がってもな。お片付け。お片付けってなんか、あれだったよね。輪っかネズミかなんかが。覚えてたような。氷タイプの技覚えてなかったんだ。よーし、せい。じゃあ、王たちはちょっと無限に捕まえておこう。え、なんかまた。あれ？あ、びっくりしたー。今、心臓ドキってなった。なんか色違いに一瞬見えたんだよね、あのちっちゃいやつが。あっち側にもなんかいるな。あれ？パチパチさんがやられちゃった。で、パチパチさんちょっと持ち物を一回。マジか、パチパチさんがやられるなんて。グラスシード。いいね、グラスシード。このくらいめっちゃいるけどね。あれ？バルビート。イルミーゼが捕まえてないんだから。やっぱちょっと無限にいっちゃうな、こういうところは。クルミル。あ、こいつも捕まえてないな。この人が、ドテッコツ。こっちがドテッコツだよね。25レベル。あ、いけるね。あれでも根性じゃない？あんま良くないんじゃないか？スパーク。岩なだれ。やべえ、強いな。一回ちょっと甘えとこう。なんかすかさずビルドアップで上げてきたな。結構困るんだけど、耐久を上げられるの。あ、待って。結構めんどくさくない？これ。あのね、ソーネで行こう。なんか怖いんだけど。タネマシンガン。いいよいいよ。じゃあ捕まえとこう。オッケー。よし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 。どてっこつ。
筋骨ポケモン。鍛え上げられた筋肉の体は、プロレスラーが束になって攻撃したビクトンじゃない。強すぎる。強すぎるよ。ドテッドコ。強いね。回復一応しといて。じゃあ、サイコショック。向かうか。さすがに。これ以上。うだうだもしてられない。え、ニョロゾ今めっちゃ可愛かったよ浮いてなんかリラックスしてたね、めちゃくちゃ。え、なにこれ、格闘タイプ。格闘タイプか。スパークなんか強そうだな。まあ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 、甘える。雨乞い、これスイスイかな。あ、違うね。とりあえずスパークを当てていって、やばいやばいやばい、火力上がってる、火力上がってる。多分変えた方が良かったかな、あのね、ソーネに。まずいかな。お、いいよ、変えようかな一応。ああ、仮切りでもよかったね。雨乞いで種マシンガン当てて、あ、でもあんま意味ないのか。こっからだね。こっから捕まえて。おい、意外と捕まんない。オッケー。よしよしよし。あっち側いけるかな。あっち側の光るやつもちょっと見ときたいんだけど。お、レベルアップ。エレキボールエレキボールかあ、でもこれ特攻が下がる性格じゃなかったら普通にありだったのかな。おたまポケモン。全身の皮膚は湿っているが、お腹の渦巻きの部分の感触はスベスベとしている。そうなんだね。スベッド。いや、いいね。結構埋まってきたよ。あ、メタマ？あ、メタマ捕まえたんだっけ？捕まえたんだわ。あ、待って、そろそろある？わ、やばい、これなんかダメそう。やめとこう。ぴょーん。いけるかな？あ、いけるいけるいける。あれ見たいね。アクブレイクいいじゃん。やばい。やっぱ、じっくり見ちゃうな。おぉ、カリキリよりでもいるんだ。撃つと思うね。てか、余計考えたら撃つと、パチパチさんちょっとやばいね。撃つと、あれだね。ディーフの石使えば進化するから。待って。来ちゃった。そのまま進化させてもいいね。お、いいじゃん。うわ、眠り粉だ。厄介。いや、待って、これ、ゲットすれば眠り粉でめちゃくちゃゲット楽になんない？え、ゲットしようか。でもゲットするんだけど、手持ち入れてもいいな。OK。どうしよう、入れようかな。ウツボット。めっちゃ気になるな。気になるなっていうか、めっちゃ楽になるな。生えてるポケモン。葉っぱの部分はカッターになって相手を切り裂く。口からは何でも溶かす液体を湧く。待って。この口の部分の、あれすごくない？なんか、ディティールみたいな。唇ではないんだけどさ、唇感すごい。でもなんか、
ウツボカズラ育ててるんだけど、こんな感じなんだよね。本当に。なんか線が入って。ウツドン、ウツボット。ウツトリン。ウツトリンちょっと入れよっかな、手持ち。でも誰を抜くかってなると、なかなかにまた困る。強さ見る。揚力と攻撃下がるのはマジでダメじゃない？さすがに。さすがにダメだよね。ちょっと諦めるか。ダメっていうか、さすがにきついよね。待って、なんか横穴あるんだけど。行ってみよう。え、カリキリさん？こんにちは。お、月の石いいね。月の石、たくさん欲しいな。え、母コモリいるじゃん。ちょっと、ポチエナガを、ポチエナガなんか眠りながら走ってるけど。すごいね。万能ゴナを。よし。捕まえよう、ちょっと。せっかくだから。せっかく出会ったから。まあ、違って威張れちゃった。やばいわ。これ。うわ、やる。あえて外していくプレイング。ポチエナガ。待って、峰打ちめちゃくちゃいいじゃん。あ、でもレベル帯がそんなな。離れてるわけじゃないから。あ、でもいいよね。どうしよっかな。糸を吐く、すごい細かい。さすがにやっちゃう？そうだよね。ちょっと、あ、考えが甘かったな。ごめん。あ、ゴモリ？捕まえられなかったわ。60。これや、そのままでいいんじゃないかな。考えが甘々だった。とりあえず、あれ、キラキラ行くか。夜の月、なんか、毎回、いなくなっちゃうね。すごい傷薬。毒好き。